閲覧注意。ガチで霊が映った日本のドラマベスト3。ここから先はショッキングな映像が流れます。心臓の弱い方は見るのをおやめください。第3位、一つ屋根の下。1993年の大ヒットドラマ一つ屋根の下において、女子高生が学校の廊下を歩いている場面で、教室から半分だけ顔を出している謎の少女が映り込みます。それがこちらです。確かに無表情で不自然にカメラの方をじーっと見つめている姿、とても不気味です。通常テレビドラマではカメラに目線を合わせる女優は NG という風に言われていますが、しっかりこちらを見てるんですね。学校にいた自爆霊だったとでも言うのだろうか。霊が見えてしまった方はコメントください。第2位、心霊バスガイド事件簿。人気女優吉川玲さんが主演するテレビ朝日の連続心霊ドラマ。問題のシーンは第3話、神隠しの3